ティの皆さん、こんにちは。次のセレブさん、シティ4万2千人いるから、もうシティと言っても、あー、確かにビレッジ4万2千もいるんですか、うん、ちょっとした国すぎ、ビレッジこれ言い過ぎだ、シティ、シティで行けるシティで行ける、ビレッジな、シティじゃん、村、村、ビレッジ、ビレッジ村っていうの、でもシティだよ、シティっす、シティ村に4万人になるじゃん、街っすもんね、それも、そうだね、はい、なんか村人たちの呼び名を募集して考えたいです。え、パンダ。いいそう。芦屋市って何言ってるの？芦屋市。芦屋市結構広いですよね。ちょっと調べてみる。ああ、オッケーです。芦屋市の情報として知ってるのは市長が若いってことだけなんですよ。あ、そうです。川が綺麗。そう、川が綺麗。市長と俺が同じパン屋に通っている。え、そうなんですか。あ、あの言ってたとこ。パンタイム。ああ。言ってたっすね、ハンバーガー屋の、はい、いいの、俺も芸能人に行きます、反対9万2000人だった、うわー、すげえ多いわ、でもあれだね、あの銀の盾もらえるレベルには、芦屋市は銀の盾もらえないんですよ、もらえないもらえない、うん、同じラインにいるっすよ、俺ら、そうね、芦屋市と東灘あたりをちょっと併合するしか侵略して、あ、侵略、だからもう10万人いったらディーファンシティに名前変わるから、ディーファンシティに名前変わるんですか、芦屋市をもらう、ドクロクソの名前も変えます、ナナナナソーにしちゃいます、アシアクラブになるか、どっちか、アシアクラブ、あ、そっちか、はい、じゃあ今日はね、柔術家が使いやすい投げ技で、はい、なおかつ関節技にも移行しやすい有能な男前投げを、おお、うん、ディープハッディープハッハッ、普通のじゃないですか、ともえ投げじゃない、横ともえ投げ、横の方がいいんですか、横ともえ投げと普通の縦のともえ投げって違い分かる、横なんですよね、分かる、違い、まあ横になってるなんかこうやって入ってきます、ああ、こうやって、普通のはこうやっていくけど、ああ、このイメージですね、ともえ投げは、ああ、なんかね、ね、普通のともえ投げっていうのは組んで、はい、でね、持つ時、まあ、いろいろ袖持ったりとか、両袖持ったりとか、いろんなやり方があるんだけど、まあ、超ベーシックなのは、こうやって襟持って、でこっち持つ時、結構高いと思うんですよ、普通の止めだけね。で、こう腰引いて、丸みをこう作って、で、一歩踏み出したら、こうやって体乗せてくる、これこうやって。で、これができたら、このまま縦に、こうやって、投げていい。知ってるやつだ。うん、でこれもね、なんかこっちに投げる説とこっちに投げる説があるんだけど、別になんか詳しく決まってない。へー、うん、得意な方。そんなんありますね。うん、あるある。伊藤さん右組みなんですか。うん、違うよ。俺子供に教えて、俺友達しないのに、子供にだけ教えたらこれしかできないんだ。左で自分で横ともやったことないか。教える専用。そうもや。で、横ともはこっちなんだよな、袖なんだよな、あで、ちょっと遠い、そうそう、襟持ってで、また引いて、で、横の角度を作って、で、こうやって入っていくときにこうやって入っていくんだよ、うん、おー、なんか全然違うな、うん、ここの袖をあの、こう中に引っ張って隅にして、こっちになるのかな、なんか入り方としては、こうやって入っていって、こう入っていって、ここに当てる。これでこいつを釣り上げていけば、こうやって返せる。なるほど。普通の友よりいいポジションでフィニッシュします。まあ、袖をちゃんとこうぐるっと巻き込めてるから、やっぱ横サイドになりやすいっていうのは、これいいところ。これ引き込みにも使えるし、割といいよね。引き込みに使える。あ、言うたら、引き込みを したいですよ。はい、引き込み、まあ。で、一回投げ打っときたいなっていう時あるじゃん。あー、なるほど。あわよくば成功したらいいなみたいな、引き込みが。なるほど。見せるってことか。そうそう。これ、あかんかったってなったら、キックアウトしてるでしょ。あー、便利。うん。なるほど。で、うまくいくんだったら、ここで次、これで、返すから、あ、ラッキーみたいな。ラッキー。すげえ、めっちゃいい。マウント取れそう。うん。なるほど。そう、じゃ持っとかないですね、引き込む人。普通の友達だと見せただけにちょっとあれです。パスされやすいポジションうん。正面にいるから。
あ、でもまあ、その正面ともえは浮かしてクローズっていう選択肢もあるから、あ、なるほど、後輩っていう時にさ、普通のともえだったら浮かして、あ、ダメだ、じゃクローズみたいな、ちょっと使い方が違うんですよ、うん、クローズが好きな人はこっちもいいだろうね、うん、ストレートで取れるんですね、うん、で、じゃあ横ともえをミスった後にやることっていうのは何かっていうと、まあ、大体三角締め、うん、うん、こう構えて A 相手で組み合っててなってる、はい、いた、ダメかって戻れる、おー、それはなんでないから、なるほど、おお、なるほど、足が戻ってきた、繋がるんですよ、ここで、まあ、一回 AC 力かませてるから、それを戻すと、あの肩の上を越えやすい、あー、上を、うん、例えばこれって横ともえをかけてるときにこの足掴みに来るやつにないから、確かに確かに、横ともえかけてるときってこの足フリーだから、これ上を越えやすいんだよな、うーん、でこれ三角になる、これよくあるケースなんで、割と呪術でもよく見られる、うん、すぐ終わっちゃうっすか、うん、かっこいい、しかもかっこいい、かっこいい、うん、何よりも、まあこれなんか飛び三角っぽく見えるな、言ったら、あで、まあ、十字固めとかにも移れるんだけど、まあ、十字固めに移る場合は、これ横ともえ仕掛けて、こっち上に仕掛けるっていうね。これめっちゃ怖いっすね。勢いが。足がめっちゃ速い、うん、普通のともえだとやっぱ、この、最初に浮かすときに、浮かすときに失敗した後、三角に移るとき、足抜かないといけないから。あ、真ん中に、そうそう、割と、ね、真ん中にある、この時点で足警戒されちゃって触りやすいですね、そう、浮かしたけどってなるから、あ、やっぱりこの角度じゃないと、あ、割れないんだな、角度ついてるから片足ちょっと上にある感じになってます、そう、遠いっす、触れない、うん、だから横と前投げは関節技のフォーメーションが使いやすい、おお、便利ですね、うん、でも、あの、と前投げ失敗はいいところは、ともえ投げが失敗した後って大体みんな両足で立ってることが多いんだよ、普通の、はい、うん、普通のともえ、まっすぐの、普通のともえやった時に浮かしてけど、もう自分足で立つ人もいいんだよ、はいはいはい、これを草刈りに変わるっていうのがチャンスだ、おお、よくあるね、すげえ、なるほど、これで別にダメでもまたクローズ戻るだけですよね、だからスイープでコンボしていくんだったら正面ともえの方がいい、なるほど、あ、そうだね、それぞれ使い方があるんですね、うん、どういう風に伝えるかとか、うん、横ともえは逆に仕掛けた後にクローズガードに戻るのはちょっと難しい、あ、距離が、そう、ここ距離作っちゃってるから、ああ、そうかそうか、ここからクローズに戻そうと思って腰に出る、結構遠いんだよね、これこんだけ距離が、うん、オープンガードになることの方が多い、うん、うんうん、だからともえ投げとかを行く場合、自分のその用途というか、その最後何を移りたいかで使い方変えりゃいいんだけど、うんうん、なるほど、そうそう、で、巴投げ行くシーンって例えばあのという最初にこう組み合った時に巴投げでもいいと思うんだけど、はい、相手引き込みたくないなっていう時に巴投げってすげえ効果高いから、へー、相手が引き込みたくないなって思ってると、ああ絶対トップになろうとしてる、ああ、うん、そうか、自分が技仕掛けて下になってるからめっちゃいいです、そう、だからよくあるのはこういうシチュエーションがよくある、自分がこう下やってて下やってて下やってて、いろいろ動いてる、2倍で、よし、はい、で、こうなんか、あ、もう、であるって、あるって、押し込んでくる、ああ、やばい、ああ、うわっ、は、あれで引き込まないからちゃんと怖いし、あ、そういうことか、そう、立ってきてすぐ引き込んじゃうと2点入るかもしれないし、なんか立っちゃうんだな、なるほど、すげえ、うん、なるほど、確かに確かに面白い、なるほど、ガサッて立ってきた瞬間は相手なんか受けちゃうから、はい、バトル始まりますよね、うん、だこの瞬間だけは横止まりを無制限にかけれるっていう、へえ、うん、まあ、3秒で、うんうん、正しくは3秒立って3秒で、立ちっていうふうに認定されば、それまでにかけちゃえば、うん、いけます、3秒無敵っす、そうそう、エリソで持ってバーッと立ち上がったら相手その前に座ったら2点でしょ、そうです、スイープになりますね、そうかそうか、うん、だそういったルールを駆使してもこういう技っていうのはまあいいんです、うんうん、まあ俺はあれなんだけどね、あの使う気がなかったから覚えなかったんだけどね教えるために右しかできないんだよ
逆組ですよ絶対使えない、うん、やれって言われたらできるけど、あ、まあやらないな、うん、その人の手によって、うん、使い分けてもらえるかなと思います。用途によって使い分けよう。ではサブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。